というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダフリードハイブリッドモデュロ X です。はい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 、今日もやってまいりました。今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見てみましょう。ホンダフリードハイブリッドモデュロ X ホンダセンシングというわけで、いやー出ましたよね。実はね、このフリードのモデュロ X 2代目になりますね。いやどうですか、新しいモデュロ X。 いやフロントマスクはね特徴的ですよね。モデュロ X の X の文字をデザイン化されたこのフロントマスク、いやなかなかね、大人びてスポーティーでかっこいいなと思いますね。ちょっと寄ってみましょう。マイナーチェンジしてね、このフロントのグリルが結構ねデコッパチになりましたよね。このデコッパチ感をねなくしたこのシャープなねデザインが、いやいいなと思いますね。いやこの表面のパネルね、あのギラギラしてなくて、少しねちょっと落ち着いたトーンの、シルバーなんですよね。でモデル X のね、専用のフォグランプもついております。いやここねなんか黒く締まってて本当にねシャープでかっこいいですよね。ちょっと電気つけてみました。こんな感じで上の部分がちょっとブルーなんですね。で今回のねフリードモデュール X は、さらにね空力を考えられたこのボディで、固められてますね。強靭なボディをね兼ね備えていますよね。フロントの側面にねこのほらポッチ、これがあることによってね、ハンドルを切った時の、旋回能力が上がってるということですね。通常のフリードもそうなんですが、フロントから入った風をこのサイド面のね開口口からタイヤの方に、風を受け流して、タイヤの側面のね乱気流を調整しているという優れたものがついておりますね。タイヤの方は185の 65R15 15インチを履いておりますね。モデュロ X 専用のアルミホイールを履いております。で奥にね白いダンパーが見えますよね。モデュロ X のね専用サスペンションがついております。赤のスプリングもかっこいいね。モデュロ X のアルミホイールちょっと寄って写してみます。ピアノブラックでね塗装された黒のベースに、この削り出しのねシルバーのアルミが綺麗ですよね。アルミの部分もこれ塗装されてる感じですね。ちなみにタイヤはエナセーブエコ300って書いてますね。横から見たらこんな感じです。サイド面にはねロアスカートがついておりますね。お、ひときわ大きいテールゲートスポイラーがついてますね。ちょっと見てみましょう。ちょっとミニバンには似合わないこの大きめのリアスポイラー。いやいいですよね。ほらこうなってんのね。ここでちょっと空間が空いてる。ここねほら指一本ギリギリ入らないぐらいの、スペースが空いてますね。あ、ドアミラーも黒いんですね。モデル X は後ろから見たらこんな感じです。いや専用のねリアロアスカートが、設置されてますね。なんか前のモデルよりねなんか細くなったイメージがありますね。でセンサーにね干渉しないように、あのここでねデザインが2つに分かれてますね。ほう、あ下回りね、この部分ここにねあの一つねまた風切りのねフィンがありますね。これによってここの風の巻き込みを調整してるらしいですね。お、下回り赤のスプリングが見えてかっこいいですよね。へえ、こうなってんの。へえ。でモデル X のねエンブレムが輝いてますね。ハザードはねこんな感じでつきます。ちょっと小さいな。ちなみにねあの下回りフロントこんな感じです。あのさすがモデル X という感じで、風切りのね、フィンがこんな太いのが2つもついてるんですね。これで下回りの乱気流を調整してるということですね。では内装の方を見てみましょう。はい、ではお邪魔しますと。おー、内装の方はねこんな感じです。いや黒でね結構締められてますよね。でこれねモデル X 専用の、シート、今ね、ちょっと座った感じこんな感じです。シートねちょっと柔らかめですね。
モデル X ね、結構固めのイメージがあったんですが、フリードに関してはね、シートね、そんなに硬くないなと。モデル X のね、専用シートは、スウェード調×スムースレザー調になってますね。側面にもこれグレーかなのステッチがあしらわれて、ちょっとね、スポーティーな印象がありますね。フロアシートもね、モデル X のね、エンブレムがついてますね。あ、ちなみにほら、ホンダアクセス。モデル X はね、ホンダアクセスの、ブランドになるんですね。これ、アクセルペダルと、ブレーキの位置、これぐらいの差があります。で、これがフットブレーキか。あ、結構小さいんやな、フットブレーキって。で、ガソリンタンクに、これ、ボンネット。あ、ちょっと開けてみようか。コンパクトに収まってますよね。1.5 リッタープラスモーターということで IDCD ですよね。 IDCD は走りもキビキビしてていいですよね。ほほう、開いた感じこんな感じか。いや、ボンネット開けてるシーンってね、かっこいいですよね。このボンネットのね、裏にこの消音材がついてますね。モデル X はね、このパネルが、ピアノブラックで仕上げられてますね。やっぱフリードってね、乗った瞬間結構ワイドビューに、幅広く視界性がいいなと思います。この三角窓はね、結構大きいんですよね。そうそう、フリードね、結構ほら、収納もあっていいよね。ドリンクホルダーに3キロまで耐えられる棚がついております。専用のね、本革巻きステアリングホイールがついてますね。ほら、ちょっとボコボコしてる。これね、握った感じのグリップ感がちょっといいですよね。スポーティーさを醸し出してます。で、ここがね、ピアノブラックになってるんですよね。いや、質感もね、だいぶ高いですよね。で、ガンメタに塗装された、ドア周り、黒とグレーですごいね、大人びた、室内だなという感じがしますね。で、機能面でもね、 USB とかいろんなところにあります。で、このタイプは6人掛けなので結構ね、普通に通れるスペースがありますね。ちょっとエンジンかけさせてもらいます。ポチ。セットアップされていません。ナビね、大きいですね。こんなカバー、新品もこんなカバーがついてるんですね。あー、後ろはやっぱ普通にいいわ。はい、こんな感じです。やっぱスライド扉ね、便利ですよね。今ドライビングポジションに合わせて拳1個2個ぐらい私で入ります。で、さらにね、後部座席、今のこの感じだと、ほとんど入りません。でもね、ほら、あれ、ほら、おお、すごい、結構スライドするんよ。私ちょっと身長が高いんでね、あまり参考にならないかもですが、目いっぱいしたら、もう足元結構、ほら、拳何個？あ、リクライニングできる。これぐらいできます。あ、いいね。あ、後部座席もリクライニングすれば、なんとか乗れるかなという感じですね。ちゃんとこういうのもついてるし。いいよね。まあ、ドリンクホルダーもあるしね。まあ、後席のシートにはね、モデル X のロゴはないんですが、質感とかは、前と一緒ですよね。で、最高列もね、同じグレードのシートがついております。このスムースレーザーね、結構、肌触りが良くていいですよね。フリードってね、低床設計なんで、すごいやっぱ乗り降りしやすいですね。ちなみに、ほら、両面スライドドアなのよ。扉もこれぐらい。これ何度？すごい開口面積。あ、こういうとこにもハンドルがついてる。車両本体価格が3491,400円か。いや、お値段はね、そこそこしちゃいましたね。まあ、それでも他のフリードとね、差をつけるにはこれしかないと思います。はい、いかがでしたかね。ホンダフリードモデュール X。なかなかのね、かっこよさですよね。こちらの車はホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでフリードモデュール X でした。じゃあね、バイシュ。